泥棒役者35点。盗みに入るが人に見つかってしまう患者に丸山。関ジャニ∞の丸山隆平主演で2006年の舞台作品を映画化とのことですが、この内容、まあ、情報量でしかもこの話のスケールで114分、まあ、相当しんどいもんがありました。まあ、泥棒役者といえど主人公役者でも何でもないんで、騙してる側も騙されてる側も舞台ではどうなのか分かりませんけど、映画でやられると相当無理がありました。もちろん初対面の人あるある的な知らない人が勝手にその人を想像するというフォローもありますが、まあさすがに全員があのレベルで説明的でしかない会話をされると、正直こいつらどうなっても、まあ、どうでもいいんですけどと開始30分ぐらいで思ってました。まあ、この手のミニマムな設定に欲しいダイナミックな展開も皆無で、ただ緩くてだるい、これで誰が笑うのっていうギャグを延々とされても時間の無駄にしかならない、まあ、時間泥棒映画でした。